ちゃん。こんにちは。キャンプも間近になって、はい、で村上がねコロナに感染してたんだけど、はい、宮崎市内かなんかで自主トレを開始したと、はい、まあ、ゆっくり体力をねまず戻すこと、うん、で開幕に間に合わすこと、はい、まあ、それが大事だけど、はい、まあ一つして明るいニュースだよね、はい、復帰してきたみたいなね、はいはい、一安心ですね。一安心、はい、さて豊さん、はいはい、ジャイアンツ、うん、キャンプ2軍のキャンプで、はい、阿部監督が内容の改革として、うん、特化キャンプでメリハリ、特化キャンプね、そう、打撃だけ守備だけ、うん、ウエイトだけみたいな感じの、まあ、キャンプをするという提案があって今やってると思うんですけど、うん、だいたいねキャンプで行われることって言ったら朝全員集まってミーティングをしてグラウンドに出てでアップしてでキャッチボール守備練習してバッティング、うん、ね、まあ大体そういう流れになっていくんだけども、はい、やっぱね一軍の選手だとその今日は例えばこれに特化してやろうだとか自分で決めるんだよね、うん、まあ、例えばその今日はバッティングだけちょっと集中しようって大体 5,6 時間練習やるのに、はい、ずっとは集中して全部が全部で全力でできないじゃない。そのメリハリを作るために自分で決めたりすることがあるんだけど、はい、やっぱ阿部慎之助って2軍の監督だから、はい、やっぱそういうことを教えるためにやっぱメリハリをつけようっていう風にしてるんだと思うんだよね、はい、で特化してやると人より劣ってるだとか自分の弱点だとか、うん、そういうとこがすごく見えてくると思うんだよね、はい、だからそういう方針を打ち出したという、だからそれは非常にいいことだしね、はい、俺なんかもそうだったもん。やっぱ一番キャンプで大事なことは、はい、チーム全体の動き、その全員でやる練習っていうのは絶対抜かなかったのね、はい、これはなぜかというとやっぱ1年間コンビを組んでいったりだとか、はい、そういう選手の特性を知らないといいプレーにつながってこないんだよね、うん、だからそういった意味ではチーム全体で動くときは全く抜かなかった、集中してやろうって思った、うん、例えば党内連携、党内連携って分かる、はい、ピッチャーと野手の、そうそう、はい、連携だとかね、はい、ゲッツーのセカンドに投げる、はい、どんな球が来るんだろう、それだけでも全然違うからさ、はい、知ってる知らないで、はい、だからそこら辺は抜かなかったんだけど、うん、やっぱり今日はやっぱ自分の中でバッティングデーにしようだとか、あ、今日はちょっと守備サボってるから守備をやろうだとか、まあ、例えばさ受験勉強とかいろいろ勉強した人っていうのはよくわかると思うんだけど、はい、自分の苦手な分野っていうのはちょっと後回しにしたりする時あるじゃない、で得意分野だけこうやってやるとかさ、だけどやっぱ受験ってそういうわけにいかないじゃない、やっぱ苦手分野をやらないと、はい、いや今日はじゃあもう国語だけとかさ数学だけとかさ、そういうことなんだよね結局、うん、そしたら自分の弱さがわかるという、そしてその中で、うん、多分もう苦手なところを集中してやってると、うん、あ、できてたところは大丈夫かなって言ってもう一回立ち返って確認をしたりとかっていう、まあ確認作業もあるよね、あったりってことですね、もちろんもちろん、だからあ、こうやればいいんだとかさ、うん、気づきもあると思うんだよ、はい、だからそういうことを多分慎之助はやらそうとしてるんだよね、うん、だからそれはねすごく2軍の選手だとやっぱキャンプのペースだとか、はい、自分を見失ってるところっていうのもあると思うんだよね、はい、だからいいところ悪いところ、うん、そういうことをしっかり見極めるためにね、うん、こういうキャンプをやるってすごくいいことだと思うよね、うん、やっぱり人間ってさ、得意分野だけ伸ばす、うん、今傾向にあるけど、はい、だけど弱点がなくならないとさ、はい、得意分野も伸びていかないんだよね、はい、これは経験として、はい、だからやっぱり嫌なことから逃げさせないという意味でも、はい、すごくいいキャンプだというふうに、いい方針だというふうに思うよ。もうやっぱキャンプってまあ言ったらこう単調になりがち、そう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 、なのもやっぱりそれもこうメリハリということで、まあそうだね、で新しいことをやってみたりということで、うん、だから気分転換にもなると思うんですね、はい、今日はこれだけやったら終わりだとかね、はい、そういう意味ではすごくメリハリが効いた、うん、まあちょっと注目したいキャンプの一つだよね、うん、まあ2軍とはいえね、はい、うん、まあこういうケースっていうのがこう取り上げられるっていうのは、うん、あまりないケースなんですか？あまりないよね、うん、まあだから一軍の選手の中では気持ちの中ではそういうメリハリをつけてるけど、うん、2軍の選手っていうのはそこまでまだキャンプでの余裕がないというかさ、うん、過ごし方がわからない、練習のやり方がわからないという、うん、
ことから考えると、まあきっかけに、一つのきっかけになってくれればいいなっていう思うよね。こういう方法もあるんだっていうことで。そうだね。はい。またじゃあどういう結果がもたらせるか、そうだね、楽しみですね。楽しみです。はい。さて、はい。あとはあの DNA なんですが、はい、キャンプのメンバーも決まって、あ、決まったね。でその中ではあの抑えにまた返り咲きたいっていう山崎康明投手が、うん、今回2軍のスタートということで、どうですかね。まああの記事を読んだりとかするとさ、野手とかその1軍2軍の振り分けをするときにね、はい、コーチの意見を聞いたって言うけど、山崎康明の時はガンとして聞かなかったと。三浦大輔が監督が安田家に対してやっぱり1軍じゃダメだと、2軍からスタートさせろということで、はい、まあ、決定したことらしいけどさ、まあ、厳しいっちゃ厳しいよね、はい、ただやっぱこう上にいるとさ、みんな飛ばしていくとやっぱり山崎安田家のこう焦りみたいな感じでペースが狂ってくると嫌だし、はい、でまあ減量もした、はい、まあ、体悪いところはないと思うんだけど、はい、やっぱもう一度気持ちを作ってこいと、うん、やっぱ戦う姿勢を作ってこいと、やっぱ一軍はさ、もうこの春から戦わなきゃいけない、心の準備も体の準備もするところで、はい、そうじゃなくて安田家がどういう精神状態なのかっていうこともまだ把握できてないと思うんだよね、うん、だから二軍から本当にいい結果をもたらして上がってこいと、はい、じゃないと三島にも失礼だよね。まあ、本人もその方がこうすっきりするというか、よしこれで2軍でこのぐらい調整ができたんならよしっていう自信にはつながったりしますか。まあね、これはね性格なんだよ、人の、はい、やっぱねその環境に馴染むやつと、その環境から脱却していこうっていう強い意志があるやつと、これはやっぱり矢作にとってはすごくいい勉強になると思うよ、うん、初めての2軍だしね、はい、だからまあ俺も期待してるし、 DeNA が勝つんだったらやっぱりその矢崎の抑え、はい、まあ、またそのちゃんと投げれるようなその状態っていうのは必ず必要なことなんだよね、うん、で一番理想は三島と矢崎が競り合いをして、はい、あのどちらが勝った方が勝ち取るというさ、はい、まあダブルストッパーでもいいよね、はい、だからそういう風になってくると、まあ、理想なんだけどさ、うん、でも大輔が監督をやった時に、大輔ってすごく優しい監督になるんじゃないかなと思って、はい、ちょっと、まあ、優しくてもいいんだけどちょっと不安な面があったのね、はい、あのコーチの意見を聞いたりだとかさ、はい、でもコーチの意見の大半は安田家は一軍でっていうふうに言ってたらしいんだけど、うん、だけど大輔がガンとして動かなかったと、うん、だからすごくあの厳しい一面を見れて、あ、なんかちょっと安心したというかね、はい、うん、ほっとしたという、まあそういう人事だったけど、まあ安秋はね本当に、DeNA にとっては必要なピッチャーだし、はい、もう大輔のメッセージだからさ、はい、早上がってこいという、はい、その期待に応えてほしいと思うよね、はいはい、これで返り咲いてきた時にはこういや三島投手と、ね、そうそうなってこう底上げもできるというところも、そうだね、だから一段大きくなって帰ってくるんじゃないの、帰るとしたらね、うん、楽しみ、楽しみだね、はい、これもね、はい、DeNA の話で言いますと、うん、あの去年戦力外になった石川雄洋選手、うん、今まだちょっとオファーを待っている状態で、まあね、一人で自主トレをされしてるっていうのですけど、うん、どうですか。まあ孤独だろうね、うん、孤独だしやっぱり不安もあるしね、はい、でましてやそこういうふうなもうキャンプがもう1週間後ぐらいから行われるっていうところで、はい、まあ、一人で自主トレをやってるというまたオファーを待ってるっていう状態はすごく寂しく不安だと思うんだよね、うん、でも彼の心で決めたことっていうのは、はい、もう悔いを残すことはなく、はい、野球をで燃焼したいという、はい、もう一度野球をやりたいという気持ちが芽生えてきたんだよね、はい、まあ、昨年のそのトライアウトを受けなかったんだよね、うん、だからそれが一つさちょっと引っかかることなんだけど、はい、まあ、その時は気持ちの整理だとかその状態がそこまでないっていうね、うん、まあ、そういうことがあったのかもわからないけども、はい、まずは受けといてほしかったなっていうことと、やっぱこう実際でオファーを待ってるって待ってる状態じゃダメなんだよね、はい、やっぱもう仕掛けていかないと、はい、
まあ、とにかく自分を見てくれって一回見てくれませんかっていうぐらいのもう気持ちで俺はやってほしいと思うし、で世界各国で野球のリーグっていうのはたくさんあるしね、で日本でなければ高木隼人って巨人西武行って西武クビになってね、メキシカンリーグに行くというね、これはもうその日に首を通達されるような厳しい世界なんだけどさ、もう明日から来なくていいとかね。でもその国を越えてさ、やっぱやろうとしてる人間もいるし、まあ、武尊も34歳でしょ、でまだできると思うしね、気持ちさえしっかりしとけば、だから待ってるんじゃなくてオファーを、自分から仕掛けてもうとにかくチャンスをくださいと、ワンクール4日間でいいから僕を見てくれませんかとか、やっぱもう売り込みも大切だと思うんだよ、そのやる気を見せるということは、相手の心を動かすっていうことだから、だからもうやっぱ応援してるしね、で俺もなんていうの辞めちゃった人間だからさ、まあ他の球団から誘いがあったんだけど、辞めると引退するときに、だけどもう気持ちの整理がっていう、でも今思えば辞めるのはいつでも辞めれるなと思うしね、やりたいんだったらもう自分から頭下げてても、やっぱやった方がいい、投げるよね。またそういう今こういう状況下でオファー待ってて、じゃあ今度自分から仕掛けようってなってどこかに行く、あの環境が整ったとしたら、多分またそこでいろいろ収穫するものってすごく大きいと思いますよね。やっぱ人生の勉強だよ、いい勉強になると思うから、ぜひやってほしいと思うね、